ギルティーキスの皆さん、番組をご覧の皆さん、こんばんは。カズのリア役の佐藤ひなたです。セイラーカモン。カズのセイラー役の田野あさみです。姉妹ユニットセイントスノーです。はい、早速ですが皆さんに函館クイズを出題したいと思います。はい、きちんと正解してぜひ北海道グルメを手に入れてくださいね。はい、それでは問題です。2017年冬の函館観光ポスターに書かれているキャッチコピーは次のうちどれでしょう。1、愛に行きます函館。いいね、素敵。2、冬に来い函館。あ、3、ここだけ函館。お4、好きな人とクール函館。全部いいですね。いいですね。さあどれでしょう。はい、では、皆さんに答えを考えていただいている間、私たちセイントスノーの曲をお聞きいただきたいと思います。何ですって。お聞きいただきたいと思います。はい、曲は、うん、クラッシュマインドです。お、今ちょっとクラッシュしてるけどね。クラッシュマインドしてましたね今。でもね、言ってみて。お聞きいただきたいと思います。言いづらいの。言って。お聞きいただきたいと思います。あ、危ない。これクラッシュマインドの魅力を書いてもらえませんか。ね、そうですね、ちょっとね、あのクラッシュマインド、あの最初の方がちょっとさ、ハロウィンっぽい感じもするんで、ね、なんかその時期にも流れたらいいなと思いながら。そうですね、ちょっとおもちゃ箱みたいな感じしますよね。ひっくり返した感じね。あれ違う。まあいいや。それではお聴きください。セイントスノーでクラッシュマインド。正解の発表です。イエーイ。2017年冬の函館観光ポスターに書かれているキャッチコピーは2番の冬に来い函館でした。素敵なキャッチコピーです ね。正解できましたか。うん、なんだっけ、どれが好きだったんだっけ。ここだけ函館。あのちょっとなんかラッパーなんで。ここだけ函館。なるほど、さすがね。なんかさ、クールだとさ、ちょっとさ、マリちゃんっぽくない。あ、クール、あの英語の感じ、クールだねみたいな。クールだね。まあ函館行きますけど。そうですね、ギルキスもね、私たちのちょっとこう毛色というかね、雰囲気似てるじゃないですか。毛色似てますね。強い感じね。どっちの声援が多いか。ギルティーキスセイントスノー、ギルティーキスセイントスノー、ギルキスセイントスノー、ギルキスセイントスノー、リンガー。ということで以上セイントスノーでした。バイバイ。あ、ありがとう。Are you ready? Good say luck。こいつらやべえ。こいつらなんかやべえ。なんかやべえよな。なんかやべえな。今やばかったよね。なんかやべえわ。何今の。違ったな。まあまあ。